はい、どうも、高野くもです。1月12日のジャズということで、今回ご紹介したいのは、ブッカー・アービンというテナーサックス奏者のジ・イン・ビトウィンというアルバムです。ブルーノートレーベルからの出ているアルバムですね。これは1968年の1月12日に録音されています。アービンは1970年に39歳で亡くなってますので、まあ、晩年の頃のアルバムということになりますね。 で、このアルバムはですね、一言で言うと、濃酷なんですね。めちゃくちゃ濃い豚骨ラーメンみたいな味わいですかね。本当に濃ゆい,い感じで、嫌いな人もいるかもしれません、こういうテイスト。だけども、一度癖になったら定期的に味わいたくなる。そんなアルバムだと思います。では、あの、ブッカー・アビンとはどんなテナ・サックス奏者なのでしょうかと申しますとですね、まあ、 やっぱり濃酷なテナー奏者なんですね。非常に癖の強い、悪の強いテナー奏者です。まあ、ジャズのテナーサックス奏者といえば、ロリンズ、まあ、ソニー・ロリンズね。あとトレン、ジョン・コルトレン。ついで、ウェイン・ショーター。で、昔に遡ると、レスター・ヤングやコールマン・ホーキンス。このあたりが、いわゆるジャズ・ジャイアンツと呼ばれている、テナーサックス奏者の中心的人物といっても過言ではないでしょう。まあ、いわゆるモダン・ジャズの 彼らは中心であり代表的人物であることにま異論を唱える人はいらっしゃらないと思うんですけれどもしかしですね他にも個性的なテナー奏者はたくさんたくさんいるんですねでその筆頭に挙げられるのがブッカービンではないでしょうかもちろん先ほど申し上げた通りかなり個性的なテナーサック奏者なので好みは結構分かれるんじゃないかと思われます しかしですね、この味わい、まあ言うなれば、B 級グルメ的な味わいというか、あの、以前ですね、このジインビトウィ t をレビューに書いたことあるんですけれども、レバニラ炒め、いやいや、レバニラ炒めっては本当は言わないですね。ニラレバ炒めって本当は言うらしいですね。レバニラ炒めってのバカボンパパが広めた言葉みたいらしいので、ま、さんとはどうでもいいか。ニラレバ炒めや餃子定食に例えて書いたことがあるんですね。まさにそんな感じの味わいを持つ、 テナー奏者なんですね。で、餃子とかね、ニラレバとかニンニクとかラー油のこのテイストが嫌いな人にとっては本当たまんなく嫌いですよね。好きな人にとってはたまんなく好きなんですよ。だから嫌いな人に向かってですね、いかに餃子がうまいのかとか、このニラレバがうまいのかっていうことを説明するのって難しいですよね。 好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌いで、その良さを説明したところで多分分かってもらえないと思うんですよ。で、あの、好きな人同士でも、なんかそのうまさを言語化ってなかなかできないものがあると思うんですよね。なんかうまいよね。うん、うまいよね。それでもう分かる人には分かる。話が通じてしまう。以上って感じで話が終わり。<laughs> で、まあ、そうそう、そうなんだよね。うまいんだよね。それで大体話がもう終了って感じになっちゃうんですけれども、 ブッカービンの濃さっていうのを説明するとしたらまさにそんな感じなんですよ。もう濃いよね。うん、そうだよね。みたいな。いいよね、ブッカービンって。うん、いいよね。みたいな。それでおしまいなんですけれども、ただそれだけだとちょっと不親切なので、ちょっと無理やり言葉に置き換えてみますと、まあ一言で言うと、まあ仏器だぼうなんですよね。 かなりフレーズが棒切ったような感じでぶっきらぼうで全然調子にこびてないという感じはあります。まあ武骨なんですよね。男っぽいとも言えるでしょう。まあ逆に悪が強いとも言えるでしょうね。まあまさに悪の塊みたいな感じで彼のキャリアを見てみますとですね。まあ確かにもう悪の塊であるチャールズ・ミンガスのねバンドにも所属していたということからもわかると思います。 まあ、ミンナスっていうのもね、ものすごく悪の強いベーシストですし、性格的にも音楽的にも。で、彼の繰り出すアンサンブルっていうのもかなり濃ゆいアンサンブルでしたからね。まあ、直立エンジンなんかを聞いていただければわかる通り、少ない人数で、ものすごく濃いテイストのサウンドを作り出してますからね。そういう人のところで鍛えられたのかもしれないですね。さらに悪の強さが増したのかもしれないですね。うん。で、まあ、 荒々しくてパワフルなプレーもするのでそこもブッカーービンの魅力なのかもしれないんですがただだそれだけじゃないと思うんですよねあのもちろんテキサス生まれっていうこともあったりもするのでねテキサステナーっていうともう骨太でもう本能の赴くままに吹いているというようなイメージがあるんですけれどもアービンの場合はですね、まあ、もちろん本能の赴くままに吹いているところもあるんでしょうけどそれだけではない知的な部分も感じさせます。 一見荒々しくてパワフルなんですけれどもどこか知的に抑制されたフレーズなんかも感じられることができるんですね。なのでまあも考えてみればミンガスっていうベーシストバンドリーダーも悪が強い人ですけれどもかなりアレンジやアンサンブルを重視するリーダーでもあったわけですよね。だからパワフルで荒々しいんだけれどもどこか冷めた部分というか知的に全体を見渡してこう。 アンサンブルを投御するような目線視線みたいなものをも持っているからこそ数々の名演を生み出しているんじゃないかなと思います。まあ何しろね個性を重視していたあのチャールズ・ミンガスのバンドの一員だったってことからしても重用されていたことからもブッカービンっていうのはただ単に荒らしいだけの乱暴者じゃないっていうことはお分かりなんじゃないかと思いますね。もちろんテキサス生まれって荒っぽいってイメージあるのかもしれませんけれども。 バーークリー大学も卒業してるんですよねだからちゃんと学問も音楽の学問もちゃんと専攻して学んでいる人でもあるのでうまくね自分のこの出身のこのテイストみたいなものを本能から思う。 育ちから出てくるものとそれをきちんとコントロールする術みたいなものを身につけていた人なんじゃないかなと思いますだからこそ、まあ、個人的にはブッカーアービンというとこのジーンビトウィンですとかねあとベツレヘムレベルから出ているブッククックスっていうアルバム大好きなんですけれどもそういうちゃんと聞かせる何度聞いても味わいがある またまた聞き返したくなるというような要素が演奏に必ず存在するっていうのはそういったこの二面性があるんじゃないかなと思いますね。まあ、俳優で言えばこう悪役なんだけれどもヤクザの役とかヤクザの親分の役とか犯罪者の役とかやると本当に怖いぞやばいぞこいつって思わせる演技をするんだけれどもそれだけじゃなくてあの知的な 役もできるという、そういう俳優なんじゃないでしょうかね。もしブッカービンが俳優をやるとしたら。ですので、もうブッカービンの魅力にはまってしまうと、これはもう抜け出すことは不可能ですね。もう周期的にですね、ブッカービン聴きたくなる季節って巡ってくるんですよ。それぐらいあの心の中にインパクトを投げかけるテナー・サックス奏者って珍しいです。ブッカービンのような。 そういった意味では、まあね、アルバート・アイダーもそうですけれども、ブッカ・ハービンとか、まあ、あと個人的にはね、JR ・モンテローズなんかもそういう類のテナーサック奏者なんですけどね、あとティナ・ブルックスとか、<laughs> そのあたりは、決してこうジャズ史の前面に出てくるようなジャズの歴史を作った、 あるいはイノベーターみたいなねそういう位置づけの人ではないのかもしれませんけれどもとにかく個性派というかもう個性で勝負とその個性に魅了された人はもう本当にトリコになってしまうというそういう魅力を持ったテナーサックスとしてだと思います。かなりあのブルーノートから出ているこの「ジーン・ビトウィン」というアルバムもそのテナーのブッカービンのーが持つテナーの個性がうまい具合に生きた 演奏になっていますので、これはぜひ聴いていただきたいなと思っています。初心者にはお勧めしません。<laughs> まあ、でも初心者にも聞いてみると、トリコになってくれるといいかなとも思っておりますけれどもね。というわけで、えー、今回は1968年1月12日に録音された、The In Between を紹介させていただきました、えー。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。